178段の苔むした石段を登ると、鎮座しているのは大塩八幡宮です。始まりは平安時代の891年と伝えられています。かつて芝市、朝倉市、松平市など武家を中心に崇拝されてきました。84畳もの広さの拝殿は大型であることと、木の組み方などが当時の建築様式を伝える大変貴重なものとして国の重要文化財に指定されています。日本の伝統的なこけら葺きの屋根は曲線を描き、優美な印象を与えます。平安時代の源平合戦の最中に大塩八幡宮の裏山に陣を敷いた木曽義仲。しかしその際、兵士の火の不始末により拝殿を焼失してしまいます。そこで兵士たちは15キロほど離れたところにある神社の拝殿を3日間かけて移築、その後長い年月の間に修復が繰り返されます。昭和55年から2カ年かけて創立当時の姿に復元しました。できるだけ元の木材を使用しております。これも尊い先祖の残された遺産であります。後の人に対しても、伝えていく責任があります。それが私の使命です。自分の心と静かに向き合う祈りの場所、あまたの先人たちが心の安寧を得たことでしょう。